こんにちは、こんばんは、ねむねむボーイのひなりです。はい、今日は久しぶりに一人でございます。しかも模様替えをした机バージョンの方の席にいて、これはデザートです。フルーツか。ということで今日はですね、美肌のためにやめたことのお話をしようと思います。なんか前にもちょこちょこ出してたんですけど、メイクとか洗顔以外の生活習慣的なことでお肌の話をしたことがなくて、結構最近ちょこちょこ肌について聞きたいとかそういう DM が来てたので、ちょっと撮ってみようかなと思って一人で撮っています。ゆかゆかが向こうにいるんだけど、このフルーツを剥いてくれました。だからフルーツを食べながら、今年初いちごじゃない？うん、レニューサービス、センキュー。うわー、いちごうまっ。ということで、まあ、フルーツとともに美肌のために始めたことではなくやめたことのお話をしようと思います。これ難しいんですけど、まあ、美肌かって言われたらめっちゃ美肌だなって別に思ってるわけではないです、自分の中で。ただまあなんか直接もだし、動画をね見続けてくれてる方にもなんか昔と比べてメイク方法も変わったし肌も綺麗になった気がするっていう風に言っていただけることが増えたので、自分なりにちょっと意識してることだったりとか以前と変わった部分っていうのをちょっといろいろ考えてみて9個ぐらい上げてみました。なのでそれを一つ一つお話ししていきます。ということでまず一つ目、多分これがすごい一番大きいんじゃないかなって思うんですけど、ファンデーションをやめました。前まではクリームファンデではなくクッションファンデで、軽くほっぺの内側、この目の下の三角ゾーンが綺麗だと全体的に肌が綺麗に見えるって言われてるんですけど、それをやめました。で今は何を使っているかというと、アネッサのパーフェクト UV スキンケアジェル、これは日焼け止めですね。顔体用なので、まあ、全体に全身に使えるんですけど、これを夏とか関係なくもう年中必ず一番最初のベースに落とし込んでます、私は。っていうのもやっぱりほら太陽だけが紫外線じゃないっていうし、お母さんにも私もうほんとちっちゃい頃からずっと言われてたんだけど、ベースとして白目だったから大人になった時にシミとシワが超目立つよって言われて、うわ最悪だなって思ってたんだけど、だからもう濡れって絶対に日焼け止めは濡れって言われてて、皮膚がそんなに強くないっていうのもあって日焼け止めは必ず塗ってました。夏冬関係なく紫外線は来るし、曇りの日の方がやばいとか言うじゃん。だからこれはもう必ずもう毎日絶対塗ってます。なんなら家でも塗ってたりする時あるぐらい塗ってます。白くなりたいっていうよりかはシミを増やしたくないっていう気持ちの方が大きいかも。そして次がこっち、ロラッシュポゼ UV イデアプロテクショントーンアップローズ日焼け止め乳液兼化粧下地なんですけど、 SPF50 だから入ってるんだけど、プラスアルファでこっちもやってるっていう2台よね。やっぱ日焼け止めは日焼け止めってやつを塗りたい、私は。その方が安心してできるっていうのかな。で、これがもう化粧下地で、でも全体に塗ってるわけじゃなくて、それこそさっき言ったほっぺの内側の三角ゾーンをメインに、小鼻だったりとか、ちょっと赤みが気になる部分も含めて色ムラがある部分に塗ってます。で、これピンクベージュなのでほんのりピンクになって、私はあの血色があんまり良くない方なので、これを塗ることで全体的にトーンアップする。で、最後これがシカのコンシーラーです。こんな感じでスポンジみたいなやつ。これは目のねクマ、私ここが超皮膚が薄くてちょっと血管見えてて緑っぽい感じ、それが健康的じゃなかったりとか、老けて見えるって言い方はなんかちょっと違うかもしれないけど、まあなんか良くないんですよ。だから目の下のところに3ポイントぐらい置いて伸ばすっていう感じですね。これでベースメイクは全て完成してます。今までだったらこれプラスクッションファンデ塗ってて、まあ、そうするとちょっと厚塗り感が出ちゃってメイクしてますよみたいな感じになっちゃうのと、これだみたいなファンデーションを未だにつけられてないっていうのが最初にファンデーションをやめたいなって思った理由。でもそうすることによって、まあ、この後も話すんですけど、メイク落としだったりとか、そもそもの肌が全体的に負担がかからないことによって良くなっていったので、私的にはやってよかったなって思ってます。このね、メイクの話をしたので、洗顔系の話をしますね。まずは、ダブル洗顔をやめました。今までは、ジェルのメイク落としでメイク落として、その後泡で出るタイプの洗顔で洗顔をして流すっていう作業をしてたんですけど、今は、オイルのメイク落としをして、それで終わり。おしまい。極力肌に負担をかけないっていうところに重点を当てて、今洗顔使ってるのが、こちら、シュウエムラのフレッシュクリアクレンジングオイルの、桜。っていうやつですね。これは毛穴
の黒ずみだったりとか気になる方に特化しているやつです。一番スタンダードなやつはオレンジ色のなんか全体的に乾燥だったりとか毛穴だったりとかなんか全体的にトータルケアしてくれるやつで本当にめっちゃいい。これは友達におすすめしてもらってそんなにいいなら使ってみようかなと思って使ってみたらすごく良かったの。なんか私クレンジングのオイルってちょっとって思ってたんですよオイルって落ちづらかったりとか洗い終わった後もなんか残ってる感ゴシゴシ流さなきゃ落ちないみたいなイメージがあったんだけどこれは違くて本当にめちゃくちゃいいのでちょっと気になる方はぜひ一回試してほしいなって思うんですけど、これ一番でかいサイズ。もう気に入ったからでかいの買ってやろうと思って買った。だいたいね、ワンプッシュ半ぐらいかな。手に乗せて、で、これ手のひらに乗せずに、手先にだけ乗せるのがポイントなんだけど、全体にやるとね、結局ね、ここであんまり私洗わなくて、ここでこう細かくこう全体的に綺麗にちゃんと落とすことが多いから、まあクレンジングだからね、メイクちゃんと落とさなきゃいけないし。ワンプッシュして、この前だけに広げてこうやってやって、もう半プッシュぐらいでこう、最後もう一回こう、摩擦が起きないように最後全体的に洗う。これがいいのは最後乳化させるんですよ。で全部が落とし終わりましたってなったら手にちょっと水つけてオイルクレンジングを水と混ぜてこう白く乳化をさせる。まあそれが洗顔の役割をしてるわけじゃないと思うんだけど、まあそれをこうやることによって最後なんかちゃんと落ちるの。ゴシゴシってやんなくてもちゃんと落ちるし最後なんか残った感もない。まあもし気になる方は一回その塩村さんで試してみたいんですって言って、合う合わないはもちろんありますから本当にいいなって思ったらぜひ買っていただきたい。でなんかこのでっかいのなんで買ったんだっていうのはいやもうこれはもう一生もんだなって思ったのと、なんかでかければでかいほどちょっと値段が得になるっていうケチがちょっと働いたんですけど、そんな簡単には減らなかった。半年ぐらいかな使ってるけど、まだこれだよ。すごくない？私は摩擦を気にしてるから結構贅沢に使ってるけど、そんなに減ってないから素晴らしいコスパだと思います。お値段は張るんですが、これは買う価値のあるクレンジングだと思う。革命よ革命、すごかったです。でこれ今先に話しちゃったんですけど、メイク落としの時にゴシゴシするのをやめたっていうのが3つ目ですね。でもこれは私の尊敬する、年齢は私よりは20個ぐらい上なんですけど、その先輩に肌がね本当に綺麗なので、気にしてたこととかありますかっていう風に言ったら、いやもう摩擦よ、摩擦だけは避けねばならないと。洗顔をするにしてもメイク落としをするにしても乳液とか化粧水塗るにしても摩擦だけは避けろと。それがその後のたるみだったりとかシワだったりとかそういうものに繋がっていくから、摩擦だけは避けねばならないと言われて、なるほどと思ってメイク落としは摩擦が起きない程度に使うようになりました。ほどほどには力入れないとラメとかアイシャドウとかが落ちないってことがあるから、まあほどほどにはやっぱ力入れるけど、特にこのここら辺の肌のところはファンデーションをしてないっていう部分もあるし、摩擦をより少なくするためにもう触れてるか触れてないかオイルが触れてるぞぐらいの感じで洗ってます。ここからお風呂上がりになるんですけど、4つ目、タオルで顔を拭くのをやめました。これもね、最近の革命かも。半年ぐらいやってるんですけど、これも良かったと思う。なんか一回ツイッターでバズって見たことある方もいるかもしれないんですけど、フェイシャルタオルっていうのがあって、これ私が今使ってるやつはこんなんなんですけど、ウェットティッシュの乾いたやつみたいなちょっと分厚い紙で顔を拭くんですよ。そうすることによって、まあ、タオルだと、まあ、若干摩擦が起きたりとか、体拭いたりとかね、するわけですから、菌がこう繁殖しやすい。ものだったりするんだけど、一枚一枚、毎回新しいのを使って、もうそれこそ摩擦も起きないようにこう、ふってやるのよ。ゴシゴシとかしなくても、もう当てただけで全部吸収してくれるくらい分厚くて、これしか使ったことがないから、これがいいかどうかはわからないけど、フェイシャルタオルっていうこのティッシュで顔を拭くのはめちゃくちゃいい。これを使い始めてから、ニキビができる回数が格段に減ったし、菌が繁殖しづらいんだと思います。まあ、ただ、タオルは使い回しできるものだから、まあ、これは使い捨てになっちゃうからね。プラスアルファで値段はかかっちゃうんだけど、まあ、いい点もあって、まあ、これを使った後に顔拭いただけじゃもったいないから、拭いたりするのよ、周りを。ゴミとかもちょっと集めたりするのよ。だからなんかそれプラスでこのままなんか掃除もちょっとできるから、一石二鳥かなっていう感じ。それこそだから夜お風呂上がった後、体拭くとは別にこれで拭いて、朝も洗顔終わった後に、今までは手とは別の顔用タオルを置いてたんですけど、それを使わずにフェイシャルタオルを使うようになったんで、多分効果はあると思う。まあ、もしかしたらね、毎日全部変えてますっていう人だったらタオルでも問題ないのかもしれないけど、私はなんかこっちが習慣づいた方が綺麗なタオルでこう拭けてるっていう感じがして気に入ってます。5つ目、化粧水をケチるのをやめました。
で、これも洗顔とはちょっとまた変わってくるんですけど、今までは一回こう染み込ませるじゃない？ちょっと乾燥してるなまだって思ったらもう一回こうやってやるんだよぐらいで終わりにしてたんですけど、今もう3回ぐらいやる化粧水っていうのも、私今化粧水は雪肌精のしっとりタイプなんだけど、結構水っぽいやつを使ってて結構ぐんぐん入ってくれるの。だからこうやってやったその時はすごいびちゃびちゃなんだけど、こうギュッて押し込んだ後に1分ぐらい経ったら全部吸収してくれてるわけよ。あと乾燥もあると思うけど、そしたらもう一回やるので、またこう染み込ませてて、ちょっと経つとまたこうなくなる。で、3回ぐらいそれを繰り返すようにしてて、そうすることでもともとのその肌に水分がちゃんと入るようになった。今まではいろいろやるだけいいだろうと思って、美容液だったりとか、まあ乳液だったりとか、なんかいろんな種類のものをいろいろつけてたの。それも悪いことだと思ってなかったんだけど、なんかそれよりもそもそも化粧水とか乳液っていうものをしっかりお肌の体内に入れ込むことが大事なんだなって思って、私の肌は見えないだけですごく乾燥しているんだなっていうことを意識して、時間が経ったらほらあなた今もうカラカラでしょ、水飲みたかったでしょみたいな感じで追加でこうやってやるようにしてます。で、3回ぐらいやると表面もちょっとしっとりしてきて、だいぶ今スポンジとして吸収しましたねっていう感じになるから、まあ、そっからちょっと時間を置いて乳液を塗ってっていう感じですね。3回ぐらいやるようになったから、まあどうしても減りは早くなっちゃったけど、水分は増えたし、それこそそうすることによって化粧のりも良くなったし、朝起きた時にあ、なんかすごい乾燥してるみたいな気持ちになることも減ったし、自分の肌がすごい吸収してくれる化粧水を見つけることも大事だと思うし、それをケチらずにお肌が満足するまで入れてあげるのも大事だなって思いました。次、リモートワークがすごく多いので家で過ごすこともすごく多いんですけど、髪を下ろすのをやめました。まあ今はがっつり下ろしてるんですけど、まあ前髪がね、私はこう作ってるタイプで、普段だったらこうお外に出る時とかはねパッツンにしてるんですけど、家にいる時にまあそれをしてると、どうしてもこのおでこのところとかね、髪が当たる部分とか、おでこのこの横とかにちょっとニキビができやすくなっちゃったりとかするのよ。顔ってあんまり触らない方がいいっていうくらい敏感で、まあそれこそマスクあれみたいにさ、つけてるだけで荒れたりとかするじゃないっていうのを意識するようになってから、動画を撮影する時だったりとか、お外に出かける時はもちろんその一番好きな髪型にいるんだけど、お家でねダラダラしてる時とかは髪を横にこう分けて、ここも結んでみたいな感じの過ごし方をしてます。お風呂上がってドライヤー乾かす時も、最初はこうやってやって真ん中にするけど、最終的にはもうこうやって横にこうやって分けちゃって触れないようにしてますね。寝る時もだからかき分けた状態で寝てます。今の季節はまだ大丈夫だけど、特に夏になったらここにすごい汗をかいたりして、それがこうまたね菌になって肌トラブルができやすくなるから意識してる。でもたまに忘れてこうダランってなったりとかすると、うわやばいやばいやばいってなるけど、ずーっとやってるよりかは絶対マシになると思います。調子が悪い時だけ飲んでた薬をやめました。ちょっと待ってね、これね何度も紹介してると思うんですけど、緑胃人というものを飲んでるんですよ。これが何かっていうと、ビタミン B2、B6 が入っている製剤になっていて、ビタミン C も入ってるね。お肌にニキビができたりとかした時に効果があるものが入ってるやつなんですけど、肌荒れ、ニキビ、口内炎、湿疹、皮膚炎、口角炎、かぶれ、ただれなどなどの症状の緩和で、これはなんかニキビができちゃった時とか、調子が悪い時とか、特に口内炎ができたりとかした時に飲んでた。だけどもうほぼほぼ毎日飲むようにした。肌荒れってさ、常にこうついて回るものじゃない。だからまあもちろん治るんだけど、腫れた後に飲んでも意味ないなと思って、予防みたいな感じで飲むようにしてて、成人で1回2錠で1日3回まで飲めるんだけど、さすがに1日3回は飲まないんだけど、気づいた時にあ飲もうと思って飲むようにしてて、だいたい2日に1遍くらいは確実に飲んでるかな。日課にすることによって肌トラブルが減ってる気がする。なんか最近マジできてないんだよね。冬私が調子が良い目っていうのもあるけど、おっきなニキビとか全然できてない。今もねノートラブル見えるかな、マジノートラブルなの。ゼロとは言わない、もちろんそのできちゃう時もあるし、マスク長くつけてた日とか蒸れすぎてちょっとできちゃったりとかすることは全然あるけど、その回数が格段に減ってるなっていう実感はあります。次、枕カバーをやめました。枕カバーを今まではつけてたんですけど、なんか枕カバーってなかなか外さないの。これ私がズボラだからかもしれないんだけど、枕カバーとしてつけちゃうとなんかめんどくさくなって剥がすのが、割とずっとこうつけっぱなしにしちゃって、でやっぱりこう寝てる時ってさ、真上だけで寝れたらいいけど横向いちゃったりとかするじゃない。枕のね摩擦だったりとか菌がね繁殖してたりとかしてて、まあ、それでこうニキビができたりとかすると思うんだけど、それがやっぱ良くないなって思って枕カバープラスタオルで、そのタオルを変えるっていう習慣をつけました。そっちの方がズボラな私にとっては変えやすかったり、あとまあたくみくんもね意識してちょこちょこ変えといてよって変えてくれたりとかするから大変助かっております。
そっちの方が私には向いていたっていう感じかな。最後にジュースをやめました。やめたって言っても、もう絶対にやまないぞってわけじゃなくて、お店で外に行ったりとか、お家でピザを食べる時とか、飲むことはもちろんあるんですけど、ベースがお水。超お水。ほぼほぼ毎日お水だけ。1リットルは確実に飲めてるかな。調子がいいと 1.5。1リットルは最低飲もう。みたいな感じで、お水を飲んでます。肌にも健康にもすごく大事だなって思う。私がお水を飲み始めてから、夜中に足がつって起きることは一切なくなったし、口内炎も、この間すごいでっかいのできちゃったけど、前の頻度に比べたら全然減った。多分肌にも若干影響してるんじゃないかなって思います。肌への実感はなかなかちょっとどうしても難しいけど、健康面での実感は自分の水分不足っていう部分は確実に補えている自信があるので、おのずとこう肌にも若干影響してるんじゃないかなって思います。はい、ということで今回は私の美肌のためにやめたことを9個をご紹介しました。まあ、これは全部あくまでも私が変えたことだったり、やめて多分効果があったんじゃないかなっていうことなので、まあ、皆様全員に当てはまることじゃないと思うし、肌質によってはしない方がいいことだったりとか、アレンジしてね変えた方がいいことだったりもあると思うので、気になった方はちょっと調べてみたりとか、お試しでやってみてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。でやっぱ肌が綺麗になるとさ、メイクするのも洋服着るのも髪型変えるのもお出かけするのもテンションが上がるなって私は思うの。今ファンデーションをやめれてるのも、肌が乾燥するなんかよりも隠すことの方に重点を置いていたけど、全体的にこう治安が良くなって、まあ、毛穴もちょっと締まってきて目立たなくなってきたからこそ、ファンデーションをやめるっていう選択肢を選べたなって思ってるので、まあ、まずは肌が綺麗になることを目標に、まあ、またやっぱりこれの方が良かったなって思うこともあると思うし、プラスアルファでいい習慣をね見つけられるかもしれないので、また見つけたら報告したいと思います。あと同棲して思ったのが、二人で暮らしてるとツッピンを見られる時間の方がやっぱ長くなってて、肌綺麗になってないって褒めてもらえるのも嬉しいし、頑張ってよかったなって思うし、普段生活してる時も自分がなんかこうコンプレックスとか、なんか嫌だな見せたくないなっていう嫌な気持ちを抱えずに今住んでるのは、チャレンジしてみたり挑戦してみたり、いろいろ変えてみてよかったなって思う部分かなって思います。はい、ということで、やっぱ旬のフルーツって旬の時期に食べると美味しさめちゃくちゃ爆発するよねって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。